ばんは。こんばんは。平成最後の配信です。イエーイ。今日は昨日の声高かった。お、ありがとう。あ、お肉奥さんタワーありがとう。髪がない、ちょっと待って髪取ってこよう、よいしょ、髪取ってくる。暗いから明るい部屋に来た。あ、ジンさん、クマちゃんありがとう。クマクマクマ。ちょっと待ってね。アリコ奥さんとありがとう。いいタワー、ありがとう、ありがとう。もうすぐハッピーニューイヤーね。あ、ご飯食べたよ。お寿司食べた。お寿司買って食べた。へへへへへ、さよなら。めちゃめちゃだから髪がいいか。あ、そうかも。もうさっきまでめっちゃ寝てたんですよ。めっちゃ寝とった。テレビ見ながら。今日は一人部屋です。時間あれば寝て、いやそれ本当、なぜお風呂、気分気分です。なんとなく、うん、部屋でやってもいいんですけど、部屋が良かったらどっちでもいいんだけど、うん、ちなみにいつぶり、覚えてない。いつぶりだろう。あんまお風呂しない、お風呂じゃない、三つ編みの話で、もお風呂どうでもいいよ、お風呂はもう三つ編みそんなしないから、うん、分からん。エアコン、換気扇の音じゃないかな。
昨日三つ編みしたっけ？してないよ多分。ネイワもよろしくよろしく。洋服は、T シャツです。今日は一人。メールの写真はコッコに撮ってもらった。昨日はマネージャーさんに撮ってもらった。うん、着替えて。私今日昼過ぎには帰ってきてたもん。水着変わる瞬間部屋に触らないように大丈夫。空飛ぶ亮さん、くまちゃん、あ、サントありがとう。くま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 ありがとう。最後の握手がつけた。いや、ありがとうございました。平成最後の握手会。ずっと寝てた。ずっと寝、いや、ずっとじゃないよ。ゲームして、なんかゴロゴロして寝てた。水着変わるときジャンプする。それしなさそうでしょいや、そんなのわからんか。うん、あんまそういうのしないかもしれない。ジャンプしようか。私多分お風呂入ってるか寝てる。平成最後のクマクマ、そうだねクマクマも平成最後ですメダル2枚申し訳ないですそれのすごい、なんか今日最後、平成、なんか平成最後の握手会だったかなんか認定証みたいのがあったんですけど、メダルがね、また抽選で当たった人3枚しかなくて、メダルが抽選で当たった人がもらえるんですけど、3枚のうち2枚同じ人っていう、まさかのね、すごかったすごいよね。平成最後のタワー、お、平成最後のタワーありがとうね。引きすごいよね今日はおしましでいた。あ、ありがとう。いへへ、来ます。お、待ってます。言われた通り気をつけてみました。よかったよかった、無事帰れて。今日さんありがとう。お、こちらこそ。よろしく。お、にげとしさん、くまちゃん、ありがとう。くまくまくま、ありがとう。カホザルのところは一人で3枚もらった。嘘でしょ、本当に。え、すごっ、同じ人が3枚もらったの。強っ。なんでなん相当な運があったんですね。すごい、一人で3枚、やば、3枚中3枚もらってたってことでしょ、やば今日の握手会初パジャマさん、あ、パジャマの人や、ありがとね。年末みたい。本当私全然平成最後感ないんだけど。松井玲さん、かまちゃんありがとう。かまかまかま、ありがとう。当たったの嬉しかった。お、よかった、ありがとう。うん、大切にしてね。お、よかったです。良い礼をお過ごしください。大晦日は確か大晦日みたいな感じ。お、その時人いました。ありがとう、嬉しい。30枚を2回ループした。あ、なるほどね、当たりそう、確かにそれは。
ね、わかんないね。平成最後かんないけど、明日から令和1年になるのか。でもなんかさ、私の中でさ、平成の時とかってさ、あの1月になったら平成変わってたじゃないですか。何年って1月から2019年とともに平成30年になったでしょ。で今日から令和だけどさ、今日から令和、何年、そっか、令和、今日から令和じゃん、あ、今日じゃん、明日から令和じゃん。それは1月になったら令和元年は終わるの？もう令和2年になる？年越しかやばい、本当全然私年越しかない。明日元年になって、明日令和元年で1月になったらもう令和2年？うん、早っ。じゃあ今から5月から12月まで生まれた子は令和元年の子なのか。じゃあ4月に生まれた子はレアですね。逆に平成生まれなんでしょ。一人だけっていうか、その4月に生まれた子はすごいね、レアベイビーだね。みんなレアじゃない？学年、その学年の子からしたらレアだよね。みんな令和元年生まれなのに平成生まれ4月生まれの子は平成生まれなんだ。あ、昭和64年みたいな。なるほどね。おしゃとりです、最高、ありがとう。令和元年8ヶ月しかない、逆にレアよね。令和元年の人もレアだけど、そっか、これから小銭とかも令和になるのか、すごいね。平成で作ってる仕方のデータどうしよう。頑張って、なんかよく分からんけど頑張ってください。昭和64年7日間だからね。なんで昭和64年は7日間しかないの？1月7日まで。1月7日、へえ。あ、そういうことか。そういうことね。そっか、1月に変わったんか。1月に64年になったんか。今回が異例なんじゃないかな。あ、そういうことか。今回が異例なんだ。今回の方がね。大好きさん。熊かぶた、ありがとう。カブトありがとう。202年ぶり。そうなんや。カブトありがとう。アレスキさん、カブトありがとう。そのタワー連休大将軍って言うらしいそうなんだ、ウケる。平成最後のヘシンちゃんの映画見た。お、いいですね。私は荒野行動してた。荒野行動、
荒野行動めっちゃ久しぶりに、いや荒野行動っていうか PUBG っていうのを始めて、 PUBG は初めてやったんですよ。その PUBG をね初めてやったんです。一人でやった時にね、すごいんですよ。1回目の初めて PUBG のアプリをダウンロードして初めての戦いでね1位だったんですよ。すごない？1位よ。まあでもほぼあの荒野行動をやってたじゃないですか。やってたんですよ荒野行動、まあ、今までずっとやってたわけじゃない、ちょっともうしばらく空いてたんですけど、半年ぐらいやってなかったんですけど、すごい久しぶりにやってほぼ一緒だった。でもそれは昨日の話。たしきさんありがとう。そういう系が好きなの。まあ基本ゲームはあんましないんですけどね。20歳の誕生日を祝ってください。お、ちゃんこさんおめでとらぶー。今何分ですか？ゲームは何か、ゲームはラブライブとかしかしないかな。あ、54分ありがとう。一部は取れて、前は PUBG してたけど、いいね。最近ラブライブしてるの？最近はしてない。なんか私の中でブームがあるんですよね。年末感すごい。え、なんでみんな年末感ある？私全く年末感ないんだけど。何も変わらない日々なんだよ。でも今日なんかニュース見ててね、夕方のニュース見ててさ、平成の空気っていうの売ってたの。平成の空気が1000円で売ってたんだけどね、完売したらしい。すごくない？らしい。そう、1000円いらん。自分で食べときゃすごいよね。朝のニュースに、へえ、朝めっのか。五円玉が入ってるね。あ、そうなんだ。へえ。今のうちに袋に空気入れようかな。そうね、ちょっと。2000円札して、あ、でも一応知ってる2000円札は。平成という地区、そう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 、平成っていうところらしい。あ、兜が来てる。ゆりちゃん、ガンマさん、クマちゃん、カブト、ありがとう。クマ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 。令和コインは3ヶ月後から出るらしい。なんてことは、まあ何月だっけ、4月か。6、7、8、8月ぐらいか。ね、令和コインやし、それな。マナトロさん、クマちゃんありがとう。クマクマクマ。どんどん賢くなるユリリ、それな、なんか頭良くなった気がする。今日の配信でちょっと賢くなった。世間を知った。私世間を知らないから、そろそろニュースとかをね見たいと思う。ちょっと今賢くなった。フラワーでもいいか。お、
そう、フラワーフェスティバル楽しみ。普通に遊びに来たい、フラワーねえ。ショールーム貸し場がなる、ね、めっちゃなる。なんかいろんなことがね教えてもらえるから、みんなに。そうね、私も教えるね、じゃあ何か私のショールームを見て頭が良くなればいいね。ネタイ何が好き？キュウリの一本漬け絶対食べる。お祭り行ったらキュウリの一本漬け絶対食べる。あと何食べるかな。キュウリの一本漬けとイカ焼き。イカ焼き絶対買う。イカ焼き大好きだから。でもそれぐらいかも。あ、スーパーボールは絶対するよ。トウモロコシは食べんかも。古文の学力上がる。そう、でも私もう何も覚えてないよね、古文のこと言われても。あの中国語帳なら覚えてるよ私が受験生の時に覚えたことで唯一覚えてるのは中国語帳だけ。あ、リンゴ飴買う。あとたまに焼きそば、焼きそばじゃない、私は焼きそば食べ、あれたこ焼き買う。リンゴ飴も食べるけど、いちご飴も買うし。でこの去年トーカさん行った時はみかん飴買った。今年のセンター工房面白かった。気になる、めっちゃ。どう面白かった？ドロドロしてた？カノンとスーパーボールした。あ、そう、カノンとスーパーボールした。あ、カノンとスーパーボールしたの私のインスタのストーリーに載ってるよ。可愛いから見てみてください。あのストーリーのハイライト、プロフィールのところの下にいっぱい丸いのあるから、そこ行ったらあるよ。見てみてください。あ、でそろそろあるかな。みかん飴もある。めっちゃ美味しい、みかん飴。私は選べんな。りんご飴も美味しいし、みかん飴も美味しいし、いちご飴も美味しい。いちご飴美味しいよね。あんず飴食べたことないかも。あ、トルコアイス。あ、トルコアイスあるよね、美味しい。パインも美味しいね。お祭り行きたくなってきた。今日タピオカ並んでた。あら国アイスさん、ごいのまにありがとう。もうすぐ子供の日だ。皆さんギフトありがとうございます。サイちゃんさん、かわちゃんありがとう。かわかわかわありがとう。あついりんさん、かわちゃんありがとう。かわかわかわ。にげとしさん、かわちゃんありがとう。かわかわ。読めたかな全部。皆さんギフトありがとうございました。リュートロブさん、かわちゃんありがとう。かわかわ。皆さんギフトありがとうございました。では壇上を読みます。13位タキオさん、12位はじりこさん、11位マート楽天さん、10位ゴールデンウィークさん9位マナトロさん、8位若月さん、7位ジンさん、6位サイちゃんさん、5位ゆうかちゃん、4位サラトブヨウさん、3位ゆりちゃんガンマさん、2位オリコークさん、1位アレシキさんでした。ありがとう。ということで皆さん、今日は平成最後の日ということで、握手会来てくれた方、配信来てくれた方、メールを見てくれた方、ありがとうございました。平成最後のメールって言ってね、平成最後感あるメールを送ったんですけど、ちょっとまさかの時間が間に合わなくて、ちょっと届かないと思うので、あのその前に送ったのが平成最後のメールになりました。平成最後は何のメール？ブラウニーのメールを送りました。皆さんぜひ見てくださいメールも、あ、明日から5月でまた月始めなので、もし興味あるよって方はメールも見てください。ショールーム見てくれてありがとうございました。あ、インスタグラムもしているのでインスタもトロブユリで検索したら多分出てくると思うので、インスタぜひフォローしてください。メールもぜひ見てください。ショールームはよかったらルームフォローよろしくお願いします。ということで、
平成最後ありがとうございました。平成ありが皆さん平成ありがとうございました。私は平成11年生まれなので、平成11年生まれだからね、もうかれこれ20年間平成にはお世話になりましたが、今20歳だからね20年間平成ありがとうございました。皆さん令和でもよろしくお願いします。ではバイバーイ。おやすみちゅう、おやすみんと、おやすみちゃん、おやすみみんゼミ、おやすみおやすみバイトチャーポン、切ります。3、2、1、バイバーイ。